2020明治安田生命 J2 リーグ第32節杖源金沢対水戸ホーリーホック。ここ石川県西部緑地公園陸上競技場からお伝えします。それでは両チームのスターティングメンバーです。まずはホームの杖源金沢、ゴールキーパーが白井、ディフェンダー長谷川、石尾、広井、下川、ミッドフィルダーが久保田、大橋、藤村、元塚、ツートップ今日はルカオと杉浦となっています。水戸ホーリーホックのスターティングメンバーです。ゴールキーパーが三重川、ディフェンダー前島、住吉、宇都宮、川野、中盤が山田と安藤、平塚、森、今日ツートップは深堀と山口和真となっています。アレフピットブルが5試合ぶりのメンバーに入っています。森が1対1を仕掛けます。どうするか、一旦山口へ、もう一度森、森が中を見て、ここは長谷川の足が引っかかってフリーキックです。水戸はいい位置でのフリーキックですね。そうですね、はい、山口、決まってきました。山口和真、今シーズンこれで13点目。壁の上をね、狙った。ここは白井も届かなかったですね。前半のうちに追いつきたいですからね。入れてくる藤村、どうか、ヘディングシュート、金沢同点。杉浦恭平、キャリアハイの5点を上回る今シーズン6点目。今年は杉浦選手ヘディングで、ね、何点か決めてるんですよね、おっとキーパー正面シュート、リフレクションがあって白井の正面、跳ね返ったところを深堀が詰めていきました。中盤の安藤に変えて平野、そして先制点を奪いました山口和真に変えて中山雅人が入ります。富山からのボール、中山チャンスになる、中山決まった。水戸が再び金沢を突き放しました。2対1。後半の10分、代わって入った中山の追加点、森がこの位置、ハーフタイムの両チームの監督のコメントなんですが、まずはここ金沢がチャンス、藤村からチャンスになる、シュート、同点、杉浦恭平、今日2点目。杉浦恭平、これで今シーズン7点目。左のサイドからチャンスがあります。仕掛けついていく長谷川、おっとこのこぼれ球、シュート、深堀俊平、今シーズン3点目。しっかりと詰めてましたね。白井が弾いたところ欠かさず深堀が詰めていました。このシーン、クロスを上げて白井が弾いたところ、そうですね、深堀が詰めていました。ヒールで落としたところ、まだミッドボールが続いています。藤村、奪ったミッド、チャンスになる、シュートでいった、4点目。山田浩太の得点で4対2、金沢を突き放します。まあ、これは大きな得点ですね。山田浩太今シーズン3点目。
代わって入ってすぐに得点を奪った中山。ここで長いホイッスル。明治安田生命 J2 リーグ第32節、スウェーデン金沢対水戸ホーリーホックの一戦は4-2、水戸ホーリーホックが勝利となりました。